ユアエルムは、千葉県に本社を置く株式会社ユアエルム形成が、運営する、鉄道駅前ショッピングセンター、形成電鉄完全子会社であり、形成グループの企業の一つである、形成カード加盟店、1973年8月27日に、形成ショッピングセンター開発株式会社として、設立、1977年12月3日に、 ユアエルムの1号店である8000大店を開店。1993年4月1日に、株式会社ユアエルム形成に、称号を変更。2003年7月1日に、形成不動産株式会社の SC 事業、用地賃貸事業の一部を会社分割により承継。2004年4月1日には、形成工業株式会社の SC 営業部門を、承継。2009年3月24日。 ネクスト、船橋開店により、店舗数は、千葉県と東京都内に7店舗となる。八千代大店、青戸店、成田店以外は、それぞれ独自の名称が付けられている。千葉、八千代市の八千代大駅東口にある八千代大店、西口歩道橋から、京成本線八千代大駅から徒歩2分、エルム債大級の店舗で、鉄筋コンクリート作り3階建て、駅とは、 屋根付きの歩道橋で直結しているため、雨の日でも駅から濡れずに来店することができる。京成ショッピングセンター開発が開発したショッピングセンターで、1977年12月にリブレ京成と長崎屋を各店舗として開業した。千葉総合に対抗して1993年6月15日に増床した。かつてはラオックスも入居していたが、 東洋高速鉄道の開業による人の流れの変化や、同線沿線に進出した店舗との競合などで、売り上げが最盛期から半減したため、ラオックスは2009年6月21日、長崎屋は2010年1月17日に閉店した。長崎屋などの撤退後には若者向けなどの店舗を招致して、新装開店している。この他に、専門店街、飲食街、 併設でフィットネスクラブがある。飲食店街、立体駐車場、フィットネスクラブは新館にある。2階まで吹き抜けの地の広場には、からくり時計が、新館4階エレベーターホールまで吹き抜けのエルム水族館には大水槽がある。営業時間フロア案内イベント会場休日などは、屋上駐車場の一部が特設イベント会場になる。また、屋上駐車場には、 グリーンランドという簡易屋根付きのイベントスペースもある。基本的に月に一度は何かしらのイベントが開催されており、近年は時の広場での歌のキャンペーンが多い。ゴールデンウィークや夏、冬休みなどは子供ショー、ゴールデンウィークと11月初旬にはベイフムの公開放送イベントを行っている。以前は2ヶ月おきにお笑いライブを開催していたが、ここ数年はやっていない模様。 青砥駅高架下にある。1八十九年三月十四日開店。七つの外区に分かれている。京成線青砥駅の高架下にある。かつては、ラオックスが入居していたが、二千九年六月二十一日に、閉店した。八千代店同様に著名人のトークショーを行ったことも、ある。ユわエル無成田店。構図の森駅前のバスターミナルより撮影。京成本線構図の森駅前にある。 1999年12月1日に開業し、各テナントは伊藤洋華堂。当初は各テナントとして祖豪が入店する予定だったが、経営不振により出店申請を取り下げた。開店時から各テナントの一つとしてラオックスが入居していたが、2009年7月26日をもって閉店した。なおこの店舗はラオックス直営として最後の郊外店舗であった。 その後跡地にの島が2011年2月26日に入店。その他、ディズニーストアは2010年3月31日をもって閉店した。また、伊東洋華堂についても2020年1月13日に閉店した。その後の1階については、食品スーパーのロペアが入店する予定で2020年6月に開店予定である。2005年11月にリニューアルオープン。 週末は、様々なイベントが行われ、紅白歌合戦出場歌手など有名人の歌謡賞、トーク賞がある日には、早い時間から席取り合戦が繰り広げられている。フロア案内京成千葉線、千原線千葉中央駅駅ビル、ミオと京成ホテルミラマーレ1.2階部分のミオにからなる。降下した部分は、以前は、リブレ京成千葉店、専門店街であったが、 リブレ京成閉店後リニューアルの第一段階、ミラマーレオープンの第二段階を経て、現在の形となる。シネマコンプレックスの京成ローザ10が入居している。京成本線京成雨水駅の駅ビル、サンクス、サイゼリア、ザダイソーが入居する。他の施設と異なり、駅ビルではなく郊外型ショッピングモールの形態となっている。東関東自動車道富里インターチェンジ近く、駅からは、 離れており、最寄り駅は、ユアエルム成田店がある、構図の森駅である。テナントは、ABC マートとザダイソーを中心に、約10店舗、京成船橋駅の駅ビル。2009年3月24日にグランドオープン。施設名にユアエルムという文字は含まれていない。レストランやフード、ファッション雑貨などの専門店が入居している。ありがとうございます。